デールはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻艦名はリチャード・デール大将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。デールは1919 19年7月28日にマサチューセッツ州スカンタムのベスレヘム造船で寄港する。1919 19年11月19日に A.J. ピーターズによって浸水し。 1920年2月16日に艦長 FH ロバーツ中佐の指揮下収益する。1920年3月3日から4月3日まで、デールはニューイングランド海域を巡航し、第一海軍艦区のラジオコンパスステーションの再構成を支援した。大西洋艦隊駆逐艦部隊に配属されると、デールは駆逐艦船,船,船隊とともに大西洋沿岸、メキシコ湾及び、 カリブ海で活動した。その活動には、戦術演習及び戦闘訓練、艦隊演習、模擬戦、艦隊探索演習及び、ノーホークを拠点としての予備役兵訓練、第5海軍管区のラジオコンパスステーションの構成が、含まれた。1924年6月17日、デールは、ウィリアム・ハルゼー・中佐の指揮下、ニューポートを出港し、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、 スコットランド、イギリス、フランス、スペイン、及びポルトガルへの儀礼訪問を行った。9月21日にジブラルタルに到着し、翌年6月まで地中海を巡航戦闘訓練及び情報収集活動、親善訪問に従事する。1925年7月2日にジブラルタルを出港。7月16日にニューヨークに到着した。デールは、 駆逐艦船隊偵察艦隊と共に東海岸、ハリブ海及びパナマ運河地帯で活動し、その後1929年9月21日にペンシルベニア州フィラデルフィアに到着した。同地で1930年5月1日に退役し、1931年1月17日に売却された。民間ではマサヤの船名で果物運搬船として使用されたが、 第二次世界大戦が始まると、アメリカ陸軍の貨物船として使用され、1943年3月28日にニューギニア東東部沖合で爆撃を受け沈められた。ありがとうございます。